心配することなく私の言葉に信頼していきなさい。私の言葉は確かな土台、私の言葉は生きており、また私の言葉はそのように成就すると幸せます。私の言葉に立つ者は幸いである。それらの者たちは私の言葉の実、また勝利の実を見ていくであろう。この誰例外なく最善の計画というのがこのお一人お一人のこの前に備えられているとしか言えます。主の最善の計画というのは神の言葉に固く立ち信仰の踏み出しをなすときに、その最善の神が用意されている計画は成就していくとしか言われます。困難な時代の中に入っていきますが、しかしこの時代私はこのあなたとを通して大いなることを成していこうとしは抑えます。多くの者たちの救い、また解放、癒し、また奇跡をあなたとは見ていくだろう。さらにこの国内国外とあなた方をこの良き知らせのこのものとして使わしていくとしか言われます。備えなさい、備えなさい、祈り備えていきなさいとしか言われます。あなた方は今までのことを思ってはならないとしはされます。私は新しいことを成していこう。それ私の言葉に立ち、また私に従い、私の道を全うしていきなさい。私が成し、また私が全うし、また勝利を表していこう。また今年度の御言葉であるすべてのご栄光を主に帰するという事柄をあなた方は祈り、すべてのご栄光を主に帰していきなさいとしか言われます。憐れみに富みたも
タラビアサンダロオレアンダレオレアンダロあなたはこの見える事柄によって振り回されてはなりません。あなたは私の言葉に立ち、また私の言葉を行っていきなさいと主は仰せます。その時あなたは揺るがないと主は仰せます。この神の働きを推し進めるにあたって祈りの土台というのはこの重要だと主は言われます。さらに熱心にこの祈っていきなさいと主が言われます。また個人の働きのにおいてもこの祈りの土台というのが最優先だと主が言われます。さらにこの祈りを通して私は建物を与え、さらに個人の働きの実装を進めていこうと主は仰せます。またこの個人の働きにおいてはこの五大陸すべてにこの個人を設立することは神の計画であって、またこれは祈りを土台として実現していくとしか言われます。さらにこの信仰の足を踏み出していきなさい。私が技を進め栄光を表していこうと主はされます。私はこの弱い立場にあるもの、困難の立場にあるもの、また貧困の中に苦しんでいる者たちを助ける働きをあなた方に委ねているとしか言われます。それはすべて祈りの土台を持って進められていくとしか言われます。ああ十字架生産式を行います。生産式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエスキリストをご自分の救い主と信じ、また公に告白された方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様を信じ公に告白されておられる方々はぜひこの式に加わってください。また今インターネットでこの礼拝に加わっておられる方々の中で、方々のクリスチャンの中でこの式に加わりたいと願っておられる方はご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意して、そして加わっていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。またインターネットの方々のパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。どうぞあなたの豊かな恵みによって恩からと恩地の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではしばらくの間共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
エスはパンを取り、祝福しての力を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血を。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちの御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。それではあの石川先生の、メッセージの前にですね、ゴスペルシードと、エルサイムとギフスに特別賛美をしていただきます。
皆さんこんばんは、ゴスペルシードです。君が生まれる前からをですね、賛美させていただきます。作られる前から、あの日流した涙の訳も知ってる。孤独を感じていた時も私はそばにいた。君が輝き続けるように私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の君に言おうとも、君はありのままの君で、値打ちは少しも変わらない。日々は高価で尊い私の宝。どんな暗闇の中でも輝き続ける、君の髪が白くなっても私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の鍵。私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。君の髪が白くなっても私が背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の鍵。君の手を握り歩き続ける、君の命の鍵。Oh, oh, oh, oh.
皆さんこんばんは、エルサレムです。今日は主の声を賛美捧げていきます。声は
伝えるために生まれた。新しい命を受けて今歩き出す。苦しみ悲しみ痛みもすべて知ってる一人のお方がいる。あなたの求めてる Your answer is right here. Why don't you call his name? He surely hears your voice. 輝く光の中をあなたが歩けるように涙を拭い前を向いて歩こう。一人じゃないから。力を受けてさあ旅だと。時には空回りしたとしてもすべてを見ているお方がいる。優しくあなたの隣で手を差し伸べて助けてくださる。輝く光の中をあなたが歩けるように涙を歩こう。一人じゃないから。たとえ何も見えなくても一つの確かな道がある。立ち止まらず振り返らずに走り続けよう。今日はですね、石川先生ご夫妻が、来て
てくださいました、まあ、まさかと思ったんですけど来てくださるということで本当に我々喜んでおります。今日はあの感謝したいというふうに思います。ありがとうございました。石川先生のですね、簡単な、ご紹介をいたします。今あの日本のキリスト教会の中心で、あの活躍しておられるですね、あの素晴らしい神の器です。で私はあの個人的にこの言いますと石川先生に伝道されたんですね。それでですね、救われた後にですね、あの石川先生に連れて、個人伝道に連れて行かれましてですね、そして、個人伝道する羽目になったみたいなですね感じだったんですね。でもそれがなければ、その後はだいぶ変わっただろうなってこういうふうに思います。そしてですねその時あの後に、総主事代行ですね なりましたけれども、キャンパスクルセードに、おられてですね、そしてあの私もあの、石川先生の後についていったわけですけれども、司会をやらせてくださったりいろんな働きをさせてくださったんですね。それが後の、いろんな事柄をなす歩みのですね基盤となりました。私はそういうもんではなかったんですけど石川先生のおかげでですねまるであの状況が変わってきたのですね。ですからあの私にとってはもう伝道者の土台を築いてくださった方ですね。そして非常に伝道熱心なあの器でですね、どんぶり伝道ってやってたんですねでどんぶり伝道ってのは何かというとどんぶり一緒に食べましょうって言ってですね思ってあげて伝道するというね、結構、効果を上げてたみたいですね。それから岡丸さんとともにね何度もあの北見の、お宅にね、泊まらせていただいたりなんかしてですね、まあ、いろいろ、助けていただきました。また同時に、ちょうど、石川先生がキャンパスクルーセード入れてくださるというのでね、そして、健康診断を受けた時から病気が発覚しましてですね、そしてその後、ちょっとあのいろいろ、整えの時をね、経過するということになったんですね。ただそれだけではなくて、工学部の幼稚園に行く時にですね、私は大丈夫かっていう電話が石川先生のところにこう行きましてですね、で石川先生が言ってくださって、そしてね私たちが入れることになったんですね。で私たちの子供が3人入れることになっただけではなくて、あの牧師割引っていうのがありましてですね、そして入学金ただ、それから授業料半額というね、もう金銭的にも非常にお世話になってだから一斉に主の住家の子供たちが工学部に行くきっかけにもなったんですね。ですからあの単に神様の器だけではなくて、非常にあの私たちもですね石川先生を通して助けられ、また恵みを与えられています。まあ、今日はですね、ここに来てくださって説教をしてくださるとか本当に喜びですね、拍手を持って迎えたいとこういうふうに思います。皆さんこんばんは。過分なご紹介をいただきました。私ではなくてイエス様が導いてくださり、今日今晩初めて皆さんの集会に出させていただきましたけれども、自分が初めて教会行った時のことからずっと思い起こしながら、そう思ったのようにですね、私の、頭の中にああいう方とも出会った、こういう方とも出会った、そういう出会いによって今日自分があるんだなと、その全ては神様の恵みであることを深く思わされて今ここに立っております。せっかくスタンド立ってくださいましたけれども、どうも私話すときにこう体が揺れる癖があってですね、ですからこうなっちゃうから、それで大変乱暴ですけれども、今晩はこのようにマイクを握らせていただいてですね、お話をさせていただきたいと思います。今ちょうど受難節の中でイエス様のあのお苦しみを私たちは自分のことのようにしっかりと受け止め、そして迎える3月31日のイースターに全世界の人々と共にこの復活の喜びに
声を合わせて、賛美を成したいとこう備えているわけであります。今から1964年ですから49年前、私初めて教会へ行きました。49年前というとまだ生まれてない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、英語がどうしても習いたいなと思ったんです。お金はないけれども、あの宣教師の方から英語を教えていただいたら、そういう動機としては非常に不純な、そういう思いでですね、世田谷にあります上町というところの小さな小さな建物のところへ行ったんです。そして英語を教えていただきました。で、終わってですね、ちょうど7時から特別の集会がありますという、帰ろうと思ったら呼び止められちゃった。それまで34名の若者たちで熱気ムンムンだったんですね。ところがみんな終わるとドロドロみんな帰っちゃう。で、私も帰ろうと思ったら、今日初めて来た方ですよねってこう呼びかけられて、ギクッとしながらこう後ろ向いて、素晴らしい集会がありますがどうですかって、いや何の用意もしてきませんから今日は、いや全ての用意がこちらで整ってますって言うんですね。私の頭の中に、これからお世話になる先生、今日ぐらいはじゃあ聞いていかなければいけないかなと思って、そして座ったら、今まで34名の若者たちで熱気いっぱいだったのがわずか7名しかいないね。逃げようにも逃げることができない。で、その日お話をしてくださった先生が新井浩二という先生でした。今でも覚えています。イエス様が訴えられて、そしてピラトが困っちゃってるんですね。調べてもイエス様は何ら悪いところがない。しかし祭司長や律法学者や周りの人々がイエス・キリストを十字架につけようとこう攻め寄ってくる。その時にピラトは気がついた。バラバを引き合いに出したならば、きっとイエス様を助けて解放してもらえると思った。そこでピラトはバラバを引き合いに出すんですけれども、みんなが多分こんな男をバラバラにして叱るべきって、まあこうやってですね、まだお前生きていたのかとこう出ると思ったところが、バラバではなくてイエス・キリストを十字架にという、こういう場面のお話を聞いたときに、私は聖書の話っていうのは遠い遠い昔のイスラエルの話を長々と話すのかなと思って聞いておりました。しかし今帰ったんでは、このあと英会話学べないかもしれないと思いますと、ちょっと我慢してぼんやり、早く終わらないかなと。ところが最後のところでね、皆さんの中でこのピラトのように、正しいことが分かっておりながらも、それが正しいと人々の反対を押し切ってでも、イエス・キリストは何の罪もない、このようにはっきりと宣言できなかったあのピラト、サンドイッチのように挟まれて、自分の中でこうしちゃいけないと思いながらも、結局は妥協していったあのピラト、皆さんの中にピラトのような生き方をした人、そのために苦しんでいる人いませんかと。わずか7名ですよ。でも初めて接する先生がどうして私のことが分かるんだろうかと。その時にふと、小学校の時にね、親友を、まあ、今でいういじめですよ、そして彼の信頼を失って、で彼は母親と彼と2人だけでした。彼は私の一声のためにですね、非常に苦しんだ。それで夜やってくる。お前こんなこと言ったのか。いや言わない。いや実はしまったと思った。いやそれほどは言ってないというような言い方で、そしたら彼はにっこり笑ってですね、そうだろう、お前はそういうことは言わないはずだと言って帰っていくんです。それから間もなくお母さんと彼が町から消えていったんですよね。
私は自分は大変なことをしたと思いましたけれども、でもそのことをもうすっかり忘れて、そして大学生で英会話を習いたい、そしてこの教会に来ておる自分でした。その時に思いました。自分は外面は良くとも自分の心の中にはこのようないい加減な、そして移ろいやすい、そのような生き方、どうして聖書はそういうことを指摘するんだろうか。これが私が教会行き始めた最初のきっかけであります。そのうち英語はどうでもよくなって一生懸命聖書を読むようになった。そのおかげで英語はさっぱり上達しないわけですけれども、そしてイエス様がこの私の罪のために十字架にお掛かりになられた、そのことは分かってきたんですね。そして洗礼を受けるように導かれるんですけれども、しかし私は東北の秋田の農家の長男でですね、家に帰ったらね、何と言われるかと思うとなかなかその洗礼にまでは決断ができませんでした。1964年というと東京オリンピックの、ね、新幹線が東京大阪間走ったあの時でありますけれども、夏私は田舎へ帰った時にクリスチャンになったということをはっきりと言ったわけですね。祖父母は非常に寂しそうな顔をしてました。日本には日本の宗教があるじゃないかと、まあ、こういうわけですけれども、母に話しました。そしたら父さんに話しなさい、率直に話しなさい。夜父が帰ってきた時に話しました。私はどうやってこの信仰を持つに至ったか、じっと父は聞いてました。いつ雷が鳴るだろうかと思って、しかし私の心の中には今言わなければ洗礼を受けられないなと思った。そしたら父はお前の人生だ、実は私も若い頃アーサーという宣教師が私に新約聖書をくれた、しかし私は信仰を持つことはできなかった、お前が本当にこれを信仰を持っていくなら私は何も言わないと言ったんですね。父が私に対する一つのチャレンジをしたような、そういう夜を思い出しております。次の日私は母に、父さんはこう言ったよ、自分も信仰を持つチャンスがあったけれども自分はできなかったけれども、お前はもしそれでやるならやってごらんと言ったよって言った。そしたら母は苦笑しながら、イエス様イエス様、そして信仰信仰と言うけれど、もう少しそれだったら早く起きてみんなと一緒に食事をして、寝たい時に寝て言いたいことを言って、そして信仰だイエス様だって言ったって誰が信用しますか、まず早くお祈りをしなさいなんて言われてですね、そのような体験を今晩思い出しておりました。皆さんの中にも日本で信仰生活を持つ者としてですね、そのような戦い、あるいは信仰を持つプロセスの中で同じような体験を持った方もいらっしゃるかもしれません。さあ今日は聖書の中から全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、マルコによる福音書の16章の15節です。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、これはイエス様の最後の天に昇られる前に語られた言葉であります。ある方は大宣教命令とこう呼びます、至上命令とも呼びます。イエス・キリストの命令に従い、どこにあってもまだイエス・キリストを信じてない人々にこの福音を述べ伝えなさいという命令であります。このことはオプションではない、やれる人はやったらいいじゃないですか、時間のある人はやったらいいじゃないですか、関心のある人はやったらいいじゃないですかというものではなくて、オブリゲーション、誰でも
私たちはイエス様を信じておるならば、この命令に従って、そしてイエス様の福音を述べ伝えていくというこの使命を持つときに、私たちの人生は本当に力強い使命に満ちた、喜びに満ちた、希望にあふれた、そのような生涯を私は送ることができる、そう信じております。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。まずこのイエス様の命令の範囲を考えてみてください。全世界に、地の果てにまで、世界は畑、もうこのように聖書の中には、我々の土俵は世界なんだと、我々の球場はこの世界なんだと、我々のなすべきことはこの世界なんだと。私は今幼稚園の園長をしておりますけれども、子どもたちに言います。世界はみんな、世界はあなた方を待ってるよ、ね、君を待ってるよ、あなたを待ってるよ。このように私たちの働く世界、この世界に飛び出していくことができる。イエス様はそのように全世界に出ていって、その範囲だけではなく、次の言葉、全世界に出て行ってという、この行くという言葉ですね、英語では Go と言いますね。神様に用いられた人々は皆この神様の命令に従って出て行きました。アブラハムもそうでした。75歳になって行方を知らずしてというよりも、神様が示されることを信じて委ねて、あの年で踏み出したと。モーセもそうでした。今行きなさい、条件が悪い、今じゃちょっとまずい、心の中でそう思いましたけれども、神様はモーセにイスラエルの民たちを解放するように、モーセは出てきました。アモスにも、行って我が民イスラエルに予言せよという、このように皆さんもそのように出て行って選挙活動をしておられるお一人お一人と思いますけれども、この出ていくというこの言葉は実に勇気を必要とする言葉ですよね。また愛と情熱を促すところの言葉でもあります。怠慢を許さない言葉でもありますね。犠牲を厭わない言葉でもあります。決して自慢するつもりで言うつもりはありません。自分が所属しておるところのPR をするつもりもありません。私は日本同盟キリスト教団という団体の教職であります。ティーム宣教団というアメリカを中心とする宣教団体のと一緒に協力をしておる日本の教団であります。今から121年前に15名の宣教師がやってまいりました。宣教師といっても一番年少者が18歳、そして19歳、最年長の方は36歳でした。9名の女性と6名の男性という、アメリカのシアトル、ワシントンから船に乗って1891年11月の22日の夜、横浜に着いたグループであります。彼らは日本に福音を伝えるためにどうしてもイエス様を伝えたい、わずか18歳19歳、高校生か高校出たぐらいの年齢の人もその時にやってきたんですね。そして横浜に降り立って、神様、この日本の人々を愛する愛をください、最も困難と思われるところへ使わせてください、神様をお委ねします、このような祈りを通してですね、そしてその働きを始めるにあたって、今の聖路加病院があるあの近辺がちょうど外国人の方々が収容される、訓練を受ける、日本を知る、そのような宿舎がたくさん立っておったそうであります。彼らもそこで日本語を学び、そして日本の文化を集中的に学ぶ機会を持っておったときに、
別の宣教団体でミセス・ナギッツという方が天然痘にかかったの。熱がどんどん上がってきて、そして本当に苦しい状況の中に、その時にそのミセス・ナギッツの子供のお世話をするその奉仕者を募った時に、この15名のチームの宣教師の一人が、わずか19歳のメアリー・エングストロムが、私は幼い時に天然痘にかかった、しかし私は癒された、私は免疫があると思う、私はその奉仕に、そして彼女は一生懸命奉仕をするんですね。しかしミセス・ナギッツは残念ながら召されていくんです。そしてその葬儀が行われて、宣教師仲間が、本当に仲間が亡くなっていく、焦点していくということは寂しいことですね。そして葬儀が終わって帰ってきたその時から、メアリー・エングストロームがだん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 熱が上がってくる、そして床に伏す日に、まだ日本へ来て3ヶ月ですよ、15名の中で彼女はお姉さんと一緒にやってきました。お姉さんを床に呼びました、ベッドに呼びました。お姉さん、私はアメリカを出るときに二度とアメリカに戻れるとは思っていませんでした、私の骨を日本の土に、そしてお姉さん、他の方々が最後まで日本における宣教を進めてください、私のために祈るのはもう結構です、皆さん一人一人のために、私は本当に主に全てを委ねます。彼女はそうやって3月の16日1892年の3月16日葬儀が行われました。今彼女とお姉さんの、骨は青山墓地に埋められておりますけれども、その時にもし残された14名が、いや日本は大変だ、言葉も習慣も、しかし仲間がこうやって亡くなっていく、心細いと言って宣教をもしやめたとするならば、私どもの団体は別の道を通ってきたかもしれませんし、なかったかもしれません。私を導いてくださった宣教師ラルフ・カックス先生もその流れの中にある宣教師ですね。私はその方から洗礼を授けていただきましたけれども、そう思いますと、本当に私たちはいろんな方々と出会い、いろいろな体験をする、しかしそれに一喜一憂しないで、本当に私たちはそのことを受け取れ、それは神の恵みを信ずる信仰によって私たちは乗り越えてくることができるんだということを私は確信しております。出て行ってあの15名が来なかったならば、私たちはこの福音に触れることができなかっただろうと思いますし、そしていろいろな困難を厭わないで出て行きなさいと、イエス様は全世界の人々を愛してくださって、日本の人々も愛してくださって、この日本の人々にこの素晴らしいイエス様を伝えたい、そのような思いで彼らはやってきた。十分な訓練、十分な教養、そういうものからするならば、本当に欠けてあるところの多い人々であったと思います。しかしその信仰、その情熱、そしてイエス様が再び来るその再臨の緊迫感を持って、この方々は宣教しました。今日私たちはその流れの中で、誇るならば主を誇る、しかし神様はそのような働きを通して、こんな私をも救いに導いてくださったことを心から感謝しております。全世界に出ていき、すべての作られたものに私たちの対象は何でしょうか。すべての作られたものに、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられると
第一テモテ2章4節にあります。まだ福音が伝えられてない国々に、すべての人々にこの福音を伝えていく。イエス様のあの5000人の給食、あの奇跡を見るときに、読むときに、語るときに、私はいつも思いますね。イエス様があの2匹の魚と5つのパンを祝福を持って裂かれて、弟子たちが喜んで前の方でお腹が空いてる人々にだけ配ったとするならば、後ろの方からクレームが出たでしょう。こっちにはまだ来ないのか、もうないのか、ね、しかしイエス様は全ての人々に、そして余ったクズが12のカゴいっぱいであったという、このようにイエス様の願いは全ての人々に福音を述べ伝えていく。それは外国をも意味するでしょうし、国内をも意味することでしょうね。私は伝道者の道に導かれて、本当に右も左もわからない中で教えられて今日に参りましたけれども、全ての人々に福音を伝え、今日もこうして皆さんとご一緒にイエス様を賛美し、そしてこの福音の恵みを分かち合いながら、皆さんがそれぞれまたお帰りになった時に、このような伝道者もいた、このような恵みを語ってくれた人もいた、そのことが少しでも勇気づけられるならば、私は本当にそれは主の恵みであり働きであると思います。このように全てのことが主にあって益とされるということは理屈ではない、体験を通して今までいろいろ教えられました。その中の一つ、私はキャンパスクルセイドという団体で最初の働きを始めましたので、秋元先生もキャンパスクルセイド時代の仲間でありますね。どんぶり伝道、私はそうだったかなと思いながらもですね、しかしよく紹介されました。この方は偉大な伝道者ですと。その偉大というのは胃袋の大きい偉大であってですね、確かにどんぶり伝道っていうやり方をしておっただろうなとこう思いますけれども、若い頃はそうでありました。今もそうかもしれません。1973年キャンパスクルセードの、総主事代行という職を仰せつけられて、フィリピンから帰ってくると早速日本の1億2000万に宣教するというこの大きなプロジェクトをドットキャンパスクルセードの本部のドクター・ビル・ブライトという方からですね、若いからといって尻込みしちゃいけない、信仰持ってやりなさい、まあ、励ましの手紙を得てですね、あまり苦労も知らない、そして難しさも知らない、もう若気の至りであったかもしれませんが、よしと思ってですね、18名のスタッフたちとこの準備をしたのであります。まあ、今日一緒に来ております家内もその時キャンパスクルセイドのスタッフですから、その頃の状況を、うちの家内が一番よく知っております。しかしね、まだ20代後半、30なるかならないかの青年がね、どんなに走り回ったって日本の教会の牧師たちを集めて、関西で200名、関東で200名、中部で200名、合計600名を集めて集会を持つんだという、奨学金も出す、資料も揃えてある、講師も送る、皆さんが来るはずだ、これがアメリカの考え方。しかしだからといって日本がので牧師たちがですね、信徒の皆さんがすぐ集まってくるとは限らないですね。最初にまずそういうオリエンテーションやっても、来る関心のある先生は1人か2人でしょ。そしていろいろ説明して、もう一回じゃあそうすると 4,5 人が集まってくる、ここでやめたらダメなんですよね。皆さんそうやっててよく見てる、ね、どういう方法なのか、何をやろうとするのか、ね、そして3回目あたりになるとね、だいたい10人ぐらいの牧師たちが集まってくる、そして誰が委員長で誰が
会計で誰が、こういうふうにして組織がこうできて、根回しができて、そして一つの集会というものがこうできていくんだなという。ある方は言いました、日本にはお相撲さんの文化があるって。外国のヨーロッパのスポーツというのはすぐキックオフですぐスタートするでしょ。ところが日本の場合はそうはいかないの。お相撲さんは塩をまいて睨み合って立ち上がるかと思うともう一回戻っていくんですね。そして二度目にやってくると今度は立ち上がるのかと思うとですね、また睨み合って塩をまいてそして戻っていくじゃないですか。でもだん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 高揚してくるんですね。そして作戦が練って、そして4回やるわけですね。仕切り直しですね。そうすると立つと今度は早いですね。日本で伝道するときには日本の文化をよく知って、そして1回で気を短くしないで、ね、忍耐深く、そして様子をよく見て、そして立ち上がるように。30代の頃の私なんてそれは何にも知らないですよね。いよいよその大会が始まる9月にやってきました。関西の方ももう30名か40名ぐらいしか、関東の方も200名どころか、本当に名古屋の方なんかほとんどまだ応募者がいないという状況の中でですね、ビル・プライス先生は一行がやってきたんですよ。その緊迫感、羽鳥先生や本田先生、その当時の日本の伝道者たちが心配してですね、協力してくださいました。そのおかげでなんとか関西は60名集まった。そしてビル・ブラシ先生がやってる間に、その4日間の間にこりゃいい集会だって言って80名ぐらいにまでなった。その噂を聞いた関東の方が200名目標でしたけれども、120名から部分参加を入れると150名ぐらいまで増えてきた。名古屋の方は依然として集まりませんでした。ビル・プライス先生は内心どう思っておったか詳しくは分かりません。しかし東京が終わった後、私にこう言いました。アメリカでは1600名の集会が待ってる、名古屋に行きたいけれども、一緒に来たベリー・マークスが私と同じようにやれるので彼に頼むことにした。悪いけれど私は明日アメリカへ帰るって言うんですね。そして次の日の立つ朝ね、ホテルに来てほしい。まあ私は国際総裁から、まあ、お前なんかクビだと、まあ、こういうふうに言われても仕方がないような散々たる結果で、どう答えていいかわからないような思いで、重い心でそのホテルへ行きました。ビル・ブライス先生がニコニコして、ご苦労さんでした、ね、若いのによくやった、昨日話したように私はこれからアメリカへ帰るけれども、あとはよろしくと。帰る前にデパートへ案内してほしいと。多分奥さんか二人の男の子がいますから、お子さんへのお土産かなと思って、私は銀座のデパートに案内いたしました。そしてまっすぐに紳士服の紳士物のところへね、行くように言われて、そしてこのウィンドウショッピングかと思ったらそうではなくて、カウスボタンのところで足が止まった。そして真珠のカウスボタン、そして私の方を向いてですね、どれがいいと思うかとこう聞く。私はあ、これは奥さんじゃなくて子供たちだろうなと思ってね、これもいいですね、これもいいですね、これもいいですね。そのうちこう手で取ってですね、うん、これがいいと。そしてこれが欲しいと言うんですね。真珠の高価なカウスボタンでしたよ。私はそれが長男にお土産なんだろうかなと思った。そして包もうと思ったら、ビル・プライス先生が包まなくたっていい、そのままちょっと、そして
私につけろとこう言うんですよね。え、私に、びっくりしました。でもつけてごらんなさいで、私は言われた通りですね、カースボタンを、それまでカースボタンなんてあんまり使ってもいなかったんですけれども、そして私の方をじろじろ見ながらね、じっと見ながら、出来の悪い息子を持った父親が、なんでもう少ししっかりせっかっていうような感じで見てるのかなと思ったんですけれども、私がこうやってネックレスつけて、この姿を見てね、 Are you happy? いい感じ、いい、嬉しいという意味ですよね。私はびっくりして、戸惑って、嬉しいどころか、なんか何と言っていいかわからないような気持ちでおったら、ぐっと抱いてね、それキュッとね、 I love you、ね、そして一つだけ言っておきたい、伝道するときには肉の力で働くのはそれは本当に無力、精霊に満たされて、エフェソの5章18節にあるように精霊に満たされて、そして宣教に励んでほしい、ね、お前はまだ若い、しかし本当に今回の経験を生かして励んでほしい、そしてこのカースボタンはプレゼントだと、こういうわけですね。私は何とも言えない思いの中でぐっと抱かれた時に、なんか父親、あるいはそれよりもっと大きい人からこうハグされてね、自分がもう少しできなかったかなという思いも反省も込めながらですね、そして飛行場まで送ってきました。その後残ったこのカースボタンを見てね、時々嫌になるんですよ。これを見ると自分のあの失敗した惨めな、ですからどっかに置いて忘れようとしたりした。そのうちになくなっちゃってもったいないなと思って、そしたらひょっくり出てきたんですね。引っ越しに次ぐ引っ越しでしょう。そのうちにいろんなところへ移りましたからね。それで私は、そうだ、私は自分は出来が悪くって、そして叱られるかと思ったらあのようにプレゼントまでもらって、そしてもう一回チャンスを与えていただいたもの、しかも物をもらったからじゃなくて精霊に満たされて伝道するようにという、これを一つ忘れてはならないこと、それからというものは、私は何か特別のプログラムがあるときにね、それをつけることにしました。特に伝道者がこれから派遣されていくようなときに、あるいは結婚式のときとか、今日も40年前のあのカースボタンまだ輝いてますよ。今日もこれつけてですね、そして精霊に満たされてご奉仕をすることなんだと、全ての作られたものに福音を述べ伝えるときに、私たちは大きなビジョン、大きな数字、大きな予算、それを考えやすいのですけれども、しかしもっと大切なことは神様のお働きですから、精霊により頼まなければ本当に限られた働きで、そして虚しく終わりかねない。でもそれを補って励まし支えてくれる、そのような先輩を持てるということは本当に幸いなことだと私は深く感謝しております。1999年ヨドバシ教会を会場に断食祈祷聖会が持たれました。目標は1500名でした。そして講師としてビル・ブライト先生をお呼びいたしました。もっともキャンパスクルセイドも協力をしてのプロジェクトでしたからね、ブライト先生がお見えになりました。そして1500名の方々が共に
祈り合う、そのような集会を持たせていただきました。最後の時に東京パレスホテルで300名の日本の教会指導者たちを集め、そして晩餐会が持たれ、その時に自分はこれが最後だろう、そしてメッセージをしてアメリカへ帰られましたけれども、私はその時実行委員長をさせていただいて、あのかつて人々を集めることもできず、本当に時間とお金を無駄にするような、そういう大失敗をやったものとしては、この時こそ主の御業を聖霊に満たされて、最後の夜に私はカウスボタンをブライト先生にプレゼントしました。先生覚えてるって言ったら、なんて言ってましたけれども、そしてすぐつけて、プレサローとなってですね、今はもう手に召されましたけれども、皆さんもね、皆さんの信仰の歩みの中で苦しい時、悲しい時でも、きっと神様はいろんな形で皆さんを励まし慰める、そのような方々がそばにいるはずであります。何もカウスボタンを買ってくれる人がいるという意味じゃなくてですね、一声が本当に大きな慰めとなったり励ましとなったりですね。さあ、全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちが語るのは自分を語るんではない、自分の団体を語るわけではない、私たちは本当に私たちの罪のために十字架におかかりになられて、しかし三日目に死からよみがえられた我らの唯一の主イエス様を、このイエス様の福音を私たちは語り継いでいく、皆さんと一緒に今日もイエス様を中心とした集会として今日は出させていただきました。御言葉を述べ伝えなさい、俺が良くとも悪くとも励みなさいと、聖書は絶えず私たちにこの宣教命令を私たちに励ましとして当たってくださっております。私にはできない、私はそのように思うときにイエス様を見上げ聖霊に満たされて、そして私のできることは何であるだろうか、エルサレムの城、エルサレムに入城するイエス様を運んだあのロバのように、一過性の、そしてイエス様がエルサレムに行ったならばもう用なしになったかもしれない、しかしそれでもあの時に預言の成就としてイエス様が王としてエルサレムに入城する、その一端を担うような、そのような働きも素晴らしいじゃありませんか。私たちはそれぞれ置かれておる持ち場立場で主の福音を述べ伝えていく、口だけではなく生活を通して力強く証しをしていく、そのような私たちでありたいと思いますね。時間はまだ少し、大丈夫ですか。じゃあ最後に、私は農家の長男に生まれてと先ほど申しました。私は一番最初のクリシャンだと思った。ですから多くのところで私は農家の長男として信仰を持って今日に至りました、これは神の恵みでありますと、まあ、このように語ったことは事実ですけれども、ところが今から7年前に8年になりますか、母が亡くなる前に私に言いたいことが一つあるという、何だろうと思ったの。そうしたら、あなたがアメリカから帰ってきて進学校へ行く、伝道者になる、その姿を見て親類から大変なクレームが来ている、でも父さんはそのことは伝える必要ない、そしてみんなそれを受け止めてくれた、しかしこのことは言うなよと言われてたけれども、
私はやっぱり言わなければいけないと思う。そして実は我が石川家には三軒の石川一族がいて、そのうちの一人が牧師がいたんだって、今から100年前に。ですから私が献身して神学校行き牧師になろうと言った時に、親類のお年寄りが昔のことを思い出して、なんでそんなことを許すのか、育て方が悪かった、アメリカなんかやっちゃったからそういうことになってきたとか、いろんなことを言われたらしいですね。でも父は本人の人生ですからと。そこで私は初めて聞くその話をですね、一体誰か、名前が石川清之助という、そしてどこにおったかって、北海道におったって、それしかわからないんです。確かに私の親類の石川孫左衛門、私の家は石川兵衛門って言ったんですけど、石川孫左衛門という文家のこの長男が味噌と醤油とそのような酒造業を発展させまして、若くしてお金を得た。彼は夢がありました。東京に出て、そして政治の世界と経済の世界で、ところが田舎から出ていったものがどんなに頑張ったってなすことは知れておったでしょう。やがてすってんてんになって、そして田舎へ帰ってきた。しかも病気になって帰ってきた。親類は、ね、お金を使って体を壊して、なんという恥さらしという。ところがその後追っかけてきたのは、どうも疑惑、犯罪の疑惑、東京と横浜で何をやったのか。それで仙台の拘置所に呼ばれて、そして牢獄生活を送る。ところが今から100年前ですよ、100年以上前だ、1800年代ですから。その獄中でね、ジョン・バンヤンの天路歴帝、この漢字で書かれた本を紹介されたらしいんです。幸い彼は漢文を読めましたので、そしてそれを読んだ時に自分の人生が本当に間違ってたんではないか、このイエス・キリストを自分は知ってほしいみたい。4週間後に無罪放免になったんですけれども、仙台にそのまま残って、そして東北学院を設立した押川義方という先生が牧会する教会へ彼は行った。そして聖書の話を聞いて、本当に私は放蕩息子でした、好き勝手なことをして、そして今どうにもならないところへ来て、しかし今私はこのイエス様を信じていきたい。彼はイエス様を信じて、そして晴れ晴れとした気持ちで郷里へ帰っていった。そして待ってたのは、お金はすってんてんになる、体は壊す、疑惑を持って、本当にこんな恥ずかしいことを、それなのに今やそになって帰ってきた。もう門前払いどころか除籍。そして彼は本当にどこへも行き場がなくて、もう一度東京出てくる。そして事業をするけれども、また失敗するんですね。そして北海道へ渡って、そして北海道へ渡ってクリシャンとしての証しをするんですね。そして伝道者になる道を彼は踏んでいくんです。岩見沢というところの教会に、彼が最初に牧会した教会があります。2006年に私はその教会行った時に、石川清之助先生の末裔が100年ぶりにこの教会に来てくれましたと、このように紹介されましたけれども、その後もう一つの北
海道の八雲というところで、そこで開拓伝道をするんですね。その後東京出てきたり北海道で、私はその話を聞いた時にですね、本当にびっくりするどころか、こんなあんな封建制度の、ね、薄暗いそのような小さな田舎に福音が入っておったんだ、イエス様を信ずるそのものがおったんだ、私の家族の中におったんだ、それだけではなく牧師にまで彼はなったんだ。家に一度も帰ってくることはできませんでした。何度も帰ってきたいと思いながらも帰ってくることはできなかった。そして母のその話を聞いた後、私は何としてでもそれを知りたいとこう思って、会う人に北海道行くたびに、石川清之助知らないか、石川清之助知らないか、あんた石川清、石川秀和、あんた先祖に石川清之助という人はいませんかというふうにですね、まあ聞き取り調査をしてしかし誰もいなかった。ところがその石川秀和という先生がかつてウィーンで伝道しておった時に、ね、北欧やら東欧のヨーロッパで伝道しておった時にね、一人の受洗者がその証しの中に、私の先祖に北海道で牧師をした人がおりますというそのことを思い出して、そしてその人のところにですねメールを飛ばした。あなたが受洗の時に確か私の先祖には牧師がいるという証しをしたけれども、その牧師先生のお名前は何という名前なの。そしたら返事が返ってきた。石川清之助。石川清之助、早速ですね伝えました。石川浩二牧師、今東京におって私の友人。そしたら今度は私の方にも連絡が来た。家内がメールをやって、あなたのご両親はどこにいらっしゃるの、北海道のどこ。そしたら杉並の西江福田って言うんですよね。すぐ隣じゃないですか。そしてもうすでに連絡が入っててね、そして次の日に会いました。石川清之助のお孫さんにあたる方はもう90何歳でした。そしてその方々と初めてお会いしましたけれども、段ボール2つ目の前に持ってきました。私どもはこれ大切なものと言って言われて今日まで持ってきたけれども、中見ても全然わからない、少し見ていただけますかという、それを持ってみんながいる前でその段ボールを開けた。懐かしいじゃないですか、セピア色に染まった我がふるさと秋田のユーザーの岩崎がそこに、ね、写真が何枚も出てきて、あれおじいちゃんや親類のおじいちゃんや、これは間違いなく DNA 鑑定しなくとも、これはもう我々は家族ですよと思いましたね。神様はこうやって私たちの思いをはるかに超えた、こんなところに福音がと思われるようなところも、でも主のなす技は素晴らしいですね。私たちは本当にそのことを感謝しながら、私はこのことを語るときに、今日ここにいらっしゃる皆さんも、ね、私だけがクリスチャン、私だけがとこう思っているかもしれませんが、でも父方の方や母方の方、そして耳を澄ませば、ね、クリスチャンの賛美が聞こえるかもしれない親族が皆さんの周りにはいらっしゃるんじゃないでしょうか。日本の国はそのように伝道が困難というけれども、本当によくフットワークよく、また協力関係よく、そしてコミュニケーションをよく持っていくならば、私たちはこの福音の恵みに預かっておることに驚き感謝し賛美し勇気づけられますね。そのような先祖がいたからといって特別偉いわけではありません。
特別何かができるわけではありません。聖霊に満たされて一つ一つやるだけでありますけれども、でも勇気づけられましたね。ですから私はどんな不可能と思えるような時であっても、神様の可能性、それを今は信じていますね。今晩皆さんとこのようにお会いして、いろんなことを話させていただきましたけれども、皆さんとの出会い、これもまた私の、また私たち夫婦の大きな感謝の恵みの交わりであることを感謝しております。時計がないので、あ、ありますか、時間がどうもたっぷり話してくださいって言われましたけれども、私はいつも30分から35分ですから、これ話すのはね、あれですけれども、でもご清聴本当にありがとうございました。これからも主にあって、皆さんのあの力強い賛美に今日は励まされました。またこれからもいろんな機会に主のためにね、労していく我々でありたいと思います。もう一度御言葉を全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。海外に行くこともよし、国内におることもよし、私たちの宣教の範囲は全世界であります。私たちの主にそれを実行するには、出ていくというこの積極的な犠牲的な精神、そして私たちの対象は全ての人々、全ての人々、そしてその内容はイエス様、イエス様こそ我らの救い主、このことを声を大にして伝えてまいりたい、心から願うものでございます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが備えてくださいましたこの夕べのひととき、愛する方々と共に主を心から賛美し、主の御名を心から褒めたたえ、そしてこんな小さなものが40何年にわたって出会った人々、その人々を通してどんなに慰められ励まされ驚き感動し、そしてこの肉体が続く限り、やがて天に召されるその日まで、あなたの恵みを語り継ぐそのようなものとして用いてくださいまするように、今晩こうしてお会いできました一人一人のご健勝とご活躍をお祈りいたします。私たちは主にあって、パウロが言うように、私たちは何でもすることができると、傲慢な意味ではなく、御霊の働くときに私たちは大いなることをさせていただける、そのような信仰を持ってこれからも住みゆく我らとならしめてください。お一人お一人の祈りに感謝いたします。お一人お一人のお働きに感謝いたします。受難週から復活祭、イースターに向けて私たちのなすべきことは多くあります。主がそれをなしてくださることを感謝いたします。皆さんの心にある祈りと願いに合わせ加えまして、私たちの復活の主イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。神様にもう一度感謝したいというふうに思います。それではですね、名残惜しいですけども祝祷の時を持ちたいと思います。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。もちろん神様に感謝しましょう。ありがとうございます。それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。